はい、皆さんこんにちは。今回は香りのインテリア、ボタニカルアロマストーン作りをご紹介いたします。材料を用意します。材料はこちらです。精油やハーブは使うシーンに合わせてお好みのものをご用意ください。型の準備をします。型抜きをしやすくするためにハサミで型に切り込みを入れていきます。側面と底どちらにも入れていきます。中身がこぼれないようにセロハンテープで底と側面をしっかり留めていきます。まずテープを長めに取り側面を留めていきます。この時側面だけでなく底の一部も一緒に留めましょう。底の一部を二重に留めることによって中身の漏れを防ぎます。ハーブを準備します。飾り付け用のハーブを型の中に入れていきます。量や色味はお好みに応じてアレンジしてください。型の表面にハーブが見えるよう整えると出来上がりが綺麗です。お好みに合わせてハーブの量や位置を調整してください。石膏と水を混ぜていきます。水を計量します。精油を静かに20滴垂らしていきましょう。精油は型にかからないよう注意してください。スプーンで全体的にざっくり混ぜていきます。石膏の中に一気に常温の水を入れていきます。大きくざっくり数回混ぜたら1分間混ぜ続けます。底の方までまんべんなく混ざるよう全体をよく混ぜてください。一方向に一定のリズムで混ぜるのがポイントです。溶けたソフトクリームのような緩めの生地がベストです。型に流し込みます。型の中に溶かした石膏を半分ぐらい注ぎます。そこまで石膏が流れるようトントンと叩いてください。残りの石膏をすべて注ぎます。お好みでストーンの上にもハーブを飾り付けします。固まるまで約1時間待ちましょう。型から外します。型の上から硬くなっていることを確認し、セロテープを剥がしていきます。ストーンを崩さないよう、静かに型から取り外します。はい、完成です。ハーブの色素が染み出し、時間とともに色が変化します。色の変化も楽しんでみてください。アレンジしてみましょう。卵のパックのようなご自宅にある型を使いアレンジしてみましょう。また香りが弱くなった際はお好みの精油を直接ストーンに垂らし香りをお楽しみください。世界に一つだけのボタニカルアロマストーン作り、ぜひ楽しんでみてください。注意事項はぜひお読みください。最後までご覧いただきありがとうございました。